こんにちは、すずらん小道のすずらんです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はこちらのすずらん小道と速やかさんのコラボカリンバの再販が決まりましたので緊急でお知らせしたいと思います。このチャンネルではカリンバの練習動画や楽譜、カリンバ本体のレビューなどカリンバに関する情報をお届けしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではどうぞ。すずらん小道速やかのコラボカリンバ、今回はサペリなんですけども、こちらの再販が急遽決まりましたので動画でお知らせしたいと思います。前回のコラボカリンバの販売日にはたくさんの方に見ていただきまして、販売開始1分から3分ぐらいにはもうなくなっていたんじゃないかなと思います。即完売でしたので、たくさんの方にお迎えいただきまして本当にありがとうございました。そして前回アクセスできたのにカートに入ったのにって購入できなかったっていうお声もたくさんいただきまして、数が足りなくて本当に大変申し訳ございませんでした。今回のコラボカリンバでは残念ながら正規品として販売できるものが予定よりもかなり少なくなってしまいましたので、今後は正規品の数はもう少なくなってしまうんですけども、速やかさんが検品でき次第 Amazon の方にお送りしまして、そちらで販売できる状況になり次第販売となります。今日の販売はこちらのサペリの正規品なんですけども、今後は速やかさんのチェックが終わり次第少し傷物などをアウトレット価格で販売するということでした。そして全てのコラボカリンバの販売が終了した時に私の方の正規品をまたくじ引きで最後販売したいなと思います。私の方の販売をお待ちいただく方はまだね数ヶ月お待ちいただくことになるかもしれないので、何度か Amazon の方の購入も試してみてください。はい、で今回なんですけども、こちらのサペリだけになりますが、また数日以内に奥目も入るそうです。ただ奥目はそれほど台数がないので、サペリは30台ちょっとぐらい、そして奥目は10台ちょっとぐらいということで、またね激戦となりそうなんですけども、ご了承ください。そして今日の販売時間なんですけども、この時間とはっきり固定してしまうと前回のようにねアクセスが集中してカートに入ったけど買えなかったっていうお声もたくさん届きそうなので、今回はあえて時間を、なので速やかさんの方で販売開始しますよとツイッターで告知されまして、そこから販売となります。こちらの動画の概要欄に商品リンクも載せておきますので、そちらの方を開いていただいて予定されている販売時間内に何度かチェックしていただくのが確実かなと思います。そして販売時間なんですけども、この動画の後の午後8時30分から午後9時半以内、この1時間の間のどこかの時間で速やかさんの方で販売開始をしていただきます。ツイッターで告知されるのが早いのか、もしくは売り切れてしまうのが早いのか、ちょっとわからないんですけども、何度かね見ていただくのが一番確実かなと思います。はい、急遽今日決まったので、もっと前々からお知らせしたかったんですけども、この動画をもしかしたら販売終了後に見てしまっている方もいらっしゃるかもしれないんですけども、その場合は大変申し訳ございません。また次回の機会によろしくお願いいたします。こちらの今回のコラボカリンバ初めてのことだったんですけども、もう初めてで最初で最後にしてもいいんじゃないかっていうぐらい本当に自信作、本当にいい音がするんですよね。まあ、私と速やかさんが言ってもね、それはあなたたちが作ってるからだろうって言われるかもしれないんですけども、前回の販売時期に購入していただいた視聴者様からもいい評価をいただくことがとっても多かったので、もう私も速やかさんも、はあ、みたいな感じで肩の力が抜けるというか、もうなんか一つ仕事を終えたなというような感じで、もう感想を読むのが本当に嬉しかったです。どうしても数が足りないので競争になってしまうのが申し訳ないんですけども、できれば前回購入していただいた方は今回はね見送っていただきまして、1台でも多くいろんな方に届けたいなっていう気持ちでいっぱいです。なのでお一人様1台限りということでよろしくお願いいたします。はい、ということで今回はこちらのご紹介でした。せっかくなので1曲ずつ弾いていきたいと思います。さらっと千と千尋の再びをイントロ部分だけ少し弾いていきたいと思います。
今撮ってる時間が実は私の家の近くの自衛隊のところで飛行機がすごく飛んでるので、なかなか雑音がひどいので、今回はピックアップをつけて演奏を撮ってみたいと思います。はい、弾き比べてみましたがいかがでしたでしょうか。まあ、どっちがいいかって悩みますよね。私もね、どっちをおすすめってしづらいところがあります。どっちもいいので、はい、今日なんですけども、私事なんですがウクレレ練習会と名を打って、ウクレレのお友達3人で一緒に練習会、おしゃべり会をしました。でそこでね、お一人の方がカリンバ始めてみたいっていうことだったので、今回はこちらのねコラボカリンバの中から1台選んでいただきました。弾き比べてももらったんですけど、やっぱりすごく悩んで決められなかったんですよね。で最終的に、まあ、初めてなのでね、こちらのサペリの重さがちょっと重いっていうことだったので奥目を選んでいただきました。そしてね、この1人の方にカリンバをおすすめするだけのそれだけのためにこのようなスズランコ道カリンバ説明書なんてものも作りました。実は今日の朝から寝起きにハッて思いついてお、作ろう作ろうと思ってワードでね作りました。ちょっとねこれ見えるかな親指の爪にしてはちょっとなんか違和感ありまくりなんですけども、すいません、ワードで作ったんで、まあこんな感じで若干なんか爪気持ち長いかなって分かるようなイラストものしたりとかね、キーっぽいようなイラストを作ったりとか、はい、持ち方なんてのもねやったり、チューニング方法やね、はい、こんな感じで説明書、まあ、3ページなんですけど作りました。そして昨日ツイッターで初めてカリンバを触る方はどんな楽譜がいいんだろうって質問しましたところ、何かの方がお返事いただきましてありがとうございました。その曲の中から今回はチューリップとカエルの歌とメリさんの羊とハッピーバースデー、こちらの4曲をね楽譜を作って一緒に掲載しました。まあ、これはまた別撮りでこの説明書とこの楽譜を合わせた動画を作ろうかななんて思っています。ちょっとね今日が予定外でこの動画を撮ることになったので今日はできなかったので、まあ、土曜日ぐらいにアップできたらいいなって思います。でその際にこちらのねカリンバ説明書、まあ、私が作ったものなので、まあ、そんな大したこと書いてないんですけども、まあ、これ見れば大体わかるよっていうのと、あと私のチャンネルもちょっとねどうぞみたいな感じで宣伝も載ってるんですけど、まあ、こちらも配布していきたいなって思います。ぜひねカリンバ普及の時に使っていただくなり、今からカリンバ始めるよっていう方にもできる限り分かりやすいような説明書を作ったつもりです。あ、でもあれだな、キーがビズ音が出る時の対処法までは載せないですね。まあでもそこはねおいおいということで印刷してねお使いいただけたらと思います。はい、では最後にもう一度確認です。今回の販売は今日なんですけども、
夜8時半から9時半の間で、速やかさんの都合のいい時間になりますので、私の方からははっきりこの時間と指定することはしません。なので、その時間からなるべくリロードしていただくか、ツイッターで速やかさんの方からもお知らせしていただくと思うんですけども、もしかしたらね、また一瞬でなくなってしまうかもしれません。私の方でもちょっと様子を伺いながらツイッターでお知らせしていきます。はい、タイミングよく購入できた方はラッキーみたいな感じになってしまうんですけども、ぜひ今回の購入もお見逃しなく。では今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。それではすずらんこみちでした。